広島県総合グランド広島県総合グランドラグビー場1988年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成広島県総合グランドラグビー場は広島県広島市西区の広島県総合グランド内にあるラグビー競技場施設は県が所有し2016年4月以降 聖火スポーツセンター、鹿島建物、二種園芸共同事業体が、指定管理者となり運営管理を行っている。施設の命名権をコカ・コーラウエストホールディングスが取得し、2008年4月1日より、故障をコカ・コーラウエスト、広島総合グランドラグビー場としていた。その後、組織再編でコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスとなったことに伴い、 2018年4月1日からは、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン、広島総合グランドラグビー場としていた。2020年3月31日をもって、命名権契約が終了し、4月1日より、広島県総合グランドラグビー場に名称を戻していた。同年10月1日より、BMW の中国地方の販売代理店、バルコムが、 広島県総合グランド全体の命名権を取得し、バルカム BMW ラグビースタジアムの故障を用いることになった。1951年の広島国体でラグビー会場で使用され、全国高等学校ラグビーフットボール大会、広島県決勝が毎年ここで行われるまた、松田スカイアクティブズ広島及び中国電力、レッドレグリオンズが、 公式戦に使用しているほか、サンフレッチェ広島の下部組織の練習会場にも使われている。ありがとうございます。